何もなくても明日はある。どん底振り出し、それも差が燃え尽きようとも果たしてみせる。今が反撃の時。
今週から始まったフランシュシュのサガがサガであるためにも終わりの時間です。もしも不安や孤独を感じたらいつでもここに帰ってこい。私らはいつだって変わらずそばにいるから心配すんな。目伏せんな、耳を閉じんな。魂の拳突き上げろ。忘れるな、お前の探している答えはいつだってサガにある。お前自身が輝けば周りの全てはついてくる。
ってるのかしら、あの演出。
んの話ば聞いてからずっと考えよって決心しました。私は皆さんと何も変わらんって思っとったけど違ったんです。顔色が悪いとかそういうことやなくて、きっと皆さんはそれぞれの時代で必死になって短い人生を生き抜いたんです。皆さんの輝きは死んでしまってもなお立ち上がって今度こそ人生を生き抜いてやろうっていう、そういう強さなんです。皆さんみたいに輝くためにはまずは私もこの佐賀でちゃんと生きんと。だから私はフランシュシュを卒業してこの令和を一生懸命に生き抜きます。以上、ゆずりはマイマイでした。えんよーマイマーイ。さよなら、またね、温かいメモリーズ。さがさがさが振り直した真夜中、今夜は来る来ないか湧いてく。何枚花びらちぎって、救えました。炎の闇が現実を叩く。
この日を讃え。
探しに。